今回は X5SA の簡単にできる改造をご紹介していこうと思います。改造と銘打ってはいますが、自分自身 DIY などは初心者ですし、機械系に強いわけでもありません。なので本当に簡単に30分もかからずにできるものをまとめていきます。まずはヒートベッドのケーブル固定。これは一番最初に上げた動画にコメントいただきまして思い出した改造になります。ありがとうございます。皆様もお気軽にコメントください。このハンダが取れやすいみたいなレビューは海外でのレビューなんかでよく見ました。なのでカプトンテープでくっつけようとは思っていたんですが、カプトンテープなんて我が田舎には売っておりませんでした。なので Amazon で購入したわけですが、実際触ってみた感想としてはなんか臭いです。例えが難しいですが、強いて言うなら体に悪いめちゃくちゃ匂う蜂蜜のような匂いです。鼻の奥に少し刺さるような匂いです。あまり素手では触りたくありませんね。というわけでくっつけておきました。まあこれで多少はハンダが強化されていればいいですね。2つ目はマスキングテープによる印刷物の定着性アップ。これは 3D プリンターらおなじみですよね。まあおなじみすぎて改造でもなんでもないという意見はこの際無視します。印刷物の定着性アップの方法はいくつかあります。今までは糊をよく使っていたんですが、ヒートベッドを使う際に糊がすぐ乾いてしまうことがよくありました。ヒートベッドありの 3D プリンターを使う際はマスキングテープをおすすめします。あった大きさのものがあるのなら、ビルドプレート単体でいいものを購入するのもありだと思います。むしろそっちの方が長く使えるならいいですよね。見栄え的にもいいです。3つ目、電源スイッチの交換。まず皆様に謝らなければいけないことがあります。映像データがほとんど取れていません。まあ、思った以上に苦戦してしまい、白手袋ではなく素手じゃないと無理だと思い、録画を止めて交換に挑戦していました。自分の動画投稿の主義上、白手袋はあまり外したくないんですよね。まあ今後仕方がない時は外すことにします。そんなわけで今回は一部静止画で紹介します。以前の動画でもお話ししましたが、 X5SA はとにかく電源周りでエラーが多いです。特にスイッチのメッキ不良による焦げのような被害が多数見受けられます。なので余裕がある時にでも交換しておいた方がいいと思います。交換用スイッチはこちらを使いました。なんか色が元々のものと違うのでちょっとおしゃれな感じがします。交換に関して参考にさせていただいた動画があります。概要欄にペタッとしておきます。ついでに交換用スイッチのアフィリンクも貼っておきますので買ってください。スイッチの配線はこんな感じになっています。交換前にいくつか写真を撮っておきました。何かの参考になれば幸いです。元々のスイッチがこれなんですが、目視ではメッキ不良などは確認できませんでした。まあ、もしかすると改良されているのかもしれませんね。4つ目、これが最後になります。くっそ切りの悪い数字ですが、他のものがお蔵入りになったので仕方がないです。実はもう少し撮っていたんですけどね。エクストルーダーの位置変更、具体的にはシンギバースで見つけた部品の 3D モデルを使用し、以前よりも少し近い位置にしましたという内容で動画にしようと思っていたんですが、耐久性不足で印刷中部品が折れてしまいました。印刷自体は無事成功しています。ちなみにこの印刷物はダイソンのアタッチメントです。まあこのブツも結局ダイソンのバージョン違いであんまり使えませんでした。一応刺さったんですけどね。まあテスト的に印刷したものなので別にいいんですけど、いや拗ねてませんよ。で失敗してふと気がついたんですが、これエクストルーダー直接筐体にくっつければよくね、という新事実が発覚しました。なんか恥ずかしいです。なんなら本来はこのエクストルーダーをノズルの上に乗せる改造をしようと企んでいたんですが、端子の規格が分からず長いケーブルにできなかったため頓挫したという過去があります。うまくいかないものですね。誰か教えてください。わかりません。というわけで今回の動画は以上になります。裏話ですが、録画している時めちゃくちゃ疲れていたので声がめちゃくちゃ変かもしれません。ご了承ください。改造とは言えないという意見もあるかもしれませんが、
DIY とか機械類初心者の自分のような存在にはこれくらいで十分な気がしています。次回の動画は未定ですが、そろそろガジェット紹介とかもやってみたいなと思っています。お楽しみに。